7時27分、今朝の聞きたいです。イラク戦争の開戦から20年が経ちました。イラク戦争は2003年3月20日、アメリカ軍による首都バグダッドへの空爆で始まり、独裁的だったフセイン政権は3週間で崩壊しました。アメリカは国連安全保障理事会の決議を得ないまま一方的に武力行使に踏み切りましたが、開戦の大義に掲げた大量破壊兵器はイラクに存在せず、アメリカの威信は大きく傷つきました。それから20年、イラク戦争は中東の地域情勢、そして世界に何を残したのでしょうか。中東情勢に詳しい国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺います。高橋さん、おはようございます。野村さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。こちらこそ。アメリカによって始められたイラク戦争、20年が経った今ですね、高橋さんはこのイラク戦争、どのように捉えていらっしゃいますか。はい、振り返ってみますと、やはりイラク戦争の前がアメリカの国力が、隔絶して高くて、一極覇権体制というような状況だったと思うんですね。しかしながら、このイラク戦争で、アメリカが国力を消耗したことによって、アメリカの、相対的力が落ちてくるということになったと思います。そういう意味ではイラク戦争というのはアメリカの一極覇権体制の終わりの始まりだったと、こんなふうに見ています。で、3月の20日に、この戦争、アメリカがイラク攻撃を開始して、もう早くも4月の9日には首都のバグダッドを陥落させたんですね。で、さらに、日本では連休に当たる時期ですね、5月の2日に、ジョージ・ブッシュ大統領が、海軍の航空母艦アブラハム・リンカーンの艦上で、戦闘終結宣言を行いました。平たく言えば勝利宣言だったんですね。ただイラク戦争はこれでは終わりませんでした。ここまでは、アメリカのイラク介入のある意味序章に過ぎなかったんですね。で、それ以降、血にまみれた、物語が、今日に至るまで続いているという、こういう状況だと思います。特に、イラクではすぐにアメリカの占領に対する抵抗運動が燃え上がります。そして、イラク国内のシーア派のアラブ人とスンニ派のアラブ人の間の対立も激化したんですね。で、イラクは内戦状態に、陥ります。こうした状況もあって、勝利宣言後に、勝利宣言前よりも多くのアメリカ兵が、亡くなったり傷ついたりします。で、アメリカ兵の戦死者は、イラクではおよそ5000人に達しているんですね。で、同時に我々意識しないといけないのは、アメリカはアフガニスタンでも戦争をしていました。で、アフガニスタンとイラクの戦争の、死者を合わせると大体7000人ぐらいになるんですね。で、日本でちょっと7000人というイメージは、大相撲の、行われる会場がいっぱいになるぐらいの数なんですね。で、死者は7000人ですけど、その負傷者はおよそ7倍と言われています。ですから7000人の7倍、4万9000人、大体5万人ですから、日本の、プロ野球を行われるドーム球場がいっぱいになるくらいの負傷者なんですね。で、さらに、体は、無事だったけれど、精神的な障害を受けた、機関兵というのも多くて、アメリカに帰ってからの、アメリカ兵の自殺の多さも指摘されています。で、オバマ大統領の時期にアメリカ軍は一度イラクから撤退するんですけれど、その後、IS ですね、いわゆるイスラム国の台頭を受けて再びイラクに派遣されます。ですから、なかなかアメリカ軍がイラクから完全に離脱するというか、足を洗えないという状況が続いています。そのイラクはですね、今どういう状況にあるんですか。はい、野村さん、イラク戦争でやはり押さえておきたいのは、もちろんアメリカ兵の犠牲も痛々しいんですけれど、はるかに多くの、数えられないほどのイラク人が亡くなったり傷ついたりしてるんですね。そして、アメリカは戦争の結果、フセインの独裁体制を倒したんですけれど、それのみならずイラク国家の枠組みそのものを破壊したと思います。で、その結果、現在のイラクは、ある意味国の手を成していないように私は受け止めています。どういうことですか。というのはですね、いい、はい、
実権のある首相には確かにシーア派のアラブ人が就任してるんですけれど、国家の長である大統領と外交の顔である外務大臣はクルド人なんですね。で、2人ともイラク国家の独立を求めて長年にわたり戦ってきたクルド人の主要政党の幹部なんですね。で、事実2017年にはイラク北部のクルド人の地域で、住民投票が行われ、圧倒的多数の、まあ、支持を得て、クルド人は独立を宣言したんですね。ただイラクのシーア派や、まあ、スンニ派のアラブ人の反対、そして、まあ、強い周辺諸国の反対もあって、この独立は、まあ、住民投票で支持されただけで実現しなかったわけなんですけれど、ただクルド人が独立を希望しているということ、つまりイラク国家の枠組みから抜けようとしていると、まあ、それは動かしがたい事実で、まあ、この国ではそうした人たちが大統領や外務大臣をしているわけですね。もちろんイラク国内のシーア派のアラブ人、スンニ派のアラブ人、クルド人の、まあ、綱引きが生み出した結果なんですけれど、まあ、国を壊そうという人たちが大統領と外務大臣を務めているというのは、なんか非常に奇妙な風景ですよね。イラクという国家は本当にまだ存在していいのだろうかと、まあ、そんな認識をこうした風景からは私は受けてしまうわけです。イラク戦争は世界のさらに広い地域にどのような影響を与えたのか、この後詳しく伺います。今朝の聞きたいは、開戦から20年が経過したイラク戦争のその後の影響について、中東情勢に詳しい国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺っています。このイラク戦争がまず中東情勢を与えた影響についてはどのようにご覧になってますか？はい、まあ、イラクは非常に強力な国家だったわけですね。そのイラクを、まあ、アメリカが弱めたわけで、その結果、まあ、イラクの圧力から解放された隣の国のイランの、まあ、影響力が拡大してきました。まあ、イランは、まあ、サダム・フセインの時代からイラクのクルド人や、まあ、シーア派のアラブ人の反フセイン勢力を支援してきたんですね。で、イラクにそれなりの影響力を持っていたんですけれど、フセイン体制の崩壊後、ますます影響力を強めたと思います。さらに、まあ、イラクのみならず他の周辺のアラブ諸国へも影響力をこれまで以上に、浸透させています。ですからアメリカのイラク戦争は地域大国への道をイランのために用意したように思います。で、イランの台頭によって、まあ、中東の地域バランスが変わり、イランは、まあ、シリア、レバノン、イエメン、そしてイラクなどに、まあ、影響力を持つ、イランはペルシャ人の国ですけれど、アラブ世界に発言力を持つ、そうした国家として台頭してきたように思いますね。さらにその視野を広げてですね、ズームバックして世界情勢から見ますと、このイラク戦争どういう影響があったと考えられますか？はい、野村さんね、私はね、中国の超大国としての台頭を準備したと思いますね。アメリカが20年にわたってイラクで苦しんでお金を使い、人を、兵士を失っている間に、中国は経済を発展させ、軍事力を強化し、富国強兵の道を、まあ、足早に歩んできたんですね。で、思い出しますのは1960年代から70年代にかけてのアメリカの、まあ、ベトナム戦争、インドシナの泥沼への介入ですね。で、アメリカが泥沼に足を取られている間に、まあ、ソ連という国が軍事力を増強して、世界各地で、まあ、アメリカに対抗する介入を始めました。まあ、そうした前例を、まあ、思い起こします。で、もしアメリカが、まあ、中東で戦争をしていなければ、中国の海洋への周辺海洋への進出に対するアメリカの対応は異なっていたように思いますね。周辺諸国と紛争のある海域の、まあ、岩礁を埋め立てて人工の島を作り、そこに軍事基地を、まあ、建設するような中国の行動に対して、アメリカはより、まあ、早い時期により強い対抗措置を取ったんではないでしょうかね。イラクにこう武力や勢力を力を集中している間に、まあ、真空ができてしまったということでしょうか？そうなんですね。その隙間に、まあ、中国の力が入ってきたというふうに見ています。はい、
中国と中東に関して言いますと、先月外交関係を断絶していたイランとサウジアラビアが中国の仲介で関係を正常化させることで合意しました。で、今月6日には両国の外相が中国の北京で会談をしました。イラク戦争が残したものはこうした最近の動きにもつながっていると考えられますか？そうですね、私が見るところではやはりアメリカは、イランという、地域で台頭した国と外交関係を持っていないんですね。ですからイランとサウジアラビアの仲介がまずできないんですね、はい。そういう意味ではもちろん中国外交の大きな勝利なんですけれど、同時に、アメリカ外交の、オンゴールという面もあると思います。それからもう一つはアメリカが、自国でのエネルギー生産が増えたということで、中東の石油を必要としないという事態が生まれてるんですね。で、それはそれで素晴らしいことなんですけれど、ただしイランからもサウジアラビアからもアメリカは石油を買っていませんから、お客さんとして影響力を産油国に行使することができなかったという、そういう状況もあります。ですから、中東でのアメリカの存在感が低下する中で中国が外交的なポイントを挙げたというふうに見ることができます。中国はこれまである意味あまり汗をかかずに中東では経済的な利益だけを享受してたんですね。もちろんソマリアの海賊対策に海軍も出してますし、さまざまな地域に PKO も出してるんですけど、平和維持活動に軍隊も出してるんですけど、それほど苦労はしてこなかった。しかしながらこれからは、外交面そして軍事面でも中国が中東で汗をかくという、そういう時代に入ったように思いますね。で、そういうふうにして、少し突き放してみますと、イラク戦争は、イランという地域大国そして中国という超大国の台頭を準備しました。しかもこの2つの国が関係を深めているんですね。そしてアメリカがこの両国への対応に苦慮しているというのが、イラク戦争の20年後の結末ということになるんでしょうかね。はい、ありがとうございました。今朝の聞きたいは失礼しました。イラク戦争から20年、イラク戦争は中東の地域情勢そして世界に何を残したのか、放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺いました。